しょうがねえな、教えてやるぜ。ARIKEN。ありけんだ、N は一個。ARKEI や、なんて言ってかわかんねえな。さあ、君たちで、フック。遠く生きている。さあ、チャグスプラッシュで回復しながら。武器は強いぞ。さあ、グラップラあるからね。こいつはもう、資材使わなくていいんだよな。これ強すぎる。キルして50ポイント回復したい。サージは大丈夫。さあ後ろの方から強すぎだろマジでこの武器。さあ資材は全然余っている。さあしかしワイルドホーク4、この試合4キルして、キルポは多分一番稼いでるんじゃないか。ここは入り込んでアサルトライフルワンマガジンで倒していく。クロッパー3つゲット、これ美味しい。勝てるんだ。さあでもね、クラッシュパッドのね事故があるって言おうと思ったら、さあ HP ない敵を倒してこの試合6キル、キルポイント6、この1試合目で6ポイントキルで稼いでるってやばいよ。いいですね。さあ真横に敵がいるが、これには気づいてなかった。これは今気づいてなかったね。さあチョコラブがワイルドホークを倒したが、さあ横から出てきた人にやられてしまった。はい、あの皆さんね、あの嘘はやめてください。わーなな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 、ちょっとこの試合2キルしています。クラッシュパッドで逃げるところをさあ仕留めようとしてる。さあチョコラブ3636、あと一発倒せ、当てれば倒せるところ、出てきたところ、こんにちは。アリスのアサルトライフルが火を吹いている。さあクラッシュパッド移動していくが、ここはちょっと、うわー、後ろから敵が来ている。早く壊せ、早く死んでしまう。さあどっから切り抜けたクジャク。さあ間一発逃げているが、目の前敵が、さあちょっと重いが、横から出てきた影オロチ S にショットガンでやられていく。さあそれを倒した影オロチ、横から出てきたクジャクを影オロチ S が倒して、その影オロチ S をネクサス対面雑魚のユーユーが倒していく。さあちょっと1段2段上に上げて、回復はないのでもうダメージは食らえない。残り HP 44。さあキルをして回復しないと、さあ未来はない。が壁しっかり階段でケアしてるね。さあしかし、さあアンチ外ダメージ食らってしまうネクサス。さあ急げ急げ、残り HP 14。さあもう一発も食らえない状況。敵を倒してきて、さあ一発あって、うまっ。さあこれは後ろのやつはもう見ずに、さあ目の前の、さあさあゴースティングしてごめんなさいを倒して、さあネクサス面の、さあユーユー、さあユーユーが頑張って移動している。さあ資材もないので屋根1個で、さあ移動している。あーしかし上からタクティカルショットガン T1 クイックスにやられて、 T1 クイックス残り次第 53HP はほぼマックス、ミニポ4つ、武器はしんどそう。通っていく。さあ上と下、下をとりあえず自分のものにしときたい。さあクラッシュパッドでアンチ外で押し出されてしまった。倒せるか。あータクシャのダメージ。目の前にいるのはサザンと、ここはクラッシュパッドでもう一度入り込み、危ない。さあ閉じ込められそうになったか。上に逃げている。さあお互いチャージショットガンを持っての対決。さあどんどん資材を壊していく。あーうまっ。さあスカスでショットガン打っていったが、ここはゴリ押し。さあアサルトライフルでゴリ押しして、ここは危ない。ちょっと聞いて撃たれるかどうか。ワンボックス入り込んで、あーあー HP が削られていく。さあどんどん詰めていきます。さあ敵さんも必死に逃げるが、ここでまさかのマローダ来てない、これ大丈夫。あーおおおお、What the fuck、 え、アサルト、え、何撃った今、え、アサルト一発、え、さあミスティエイムかやって、クラッシュパッドで入り込んで、痛すぎるー。オーケー、さあ次のアンチに向かっていきた。あー目の前クラッシュパッドでジョーザが、こんにちは。まさかのここで因縁のバトルが始まるか。しかししっかり後ろに避けながら敵を倒して、痛い。ヒルムとかさ、クーリファイ決めてほしいから見ようぜ、ちょっと。あ、中盤やっぱね、暇だからね。やっぱこういうリスナーとね、こう、イチャイチャできるところをね、作っていきたいなと。さあ、スイルム、ここはうまいね。今、書こうとしたけど、ダメだったね。さあ、うまいぞ、スイルム。一発当てる、28。ちょっとずつ、ちょっとずつダメージを稼いでいく。ごめん、ゲップごめんなさい。マルコクテクさん250円、レイさんこっちです。ドンペルさん300円、アップのままでいい。370円、こっちです。ね、アップの方はね、雑談とかでね、もっと顔大きくなってるからね、そちらの方ね、見に来てくれればね、はい。うまいー、うまいー、スイルムがうまいー。でも、アンチ外のダルガラミー、早く決めたいー。
あ、ゲップごめんなさい。多分回線配信とかしてる人の中で一番汚いです。ね、ごめんなさい。汚いのごめんなさい。うまいー！ハンティングライフルもう一発当てていきたい。目の前にはヒッキーさんがいるよ。さあクラッシュパッドで荒らされていくが、バウフィンも使っていく。さあ横に敵がいて一発当てられた。回復がないので、さあ先頭走ってヘイトをもらわないようにします。これしんどそうだね。言うてさあクラッシュパッドで飛んで、さあ移動アイテムもないので出てきたやつをハンティングライフル一発当てて拾って、資材が、さあワンボックス入ってしまった。倒せるか、うわ何が起こってるんだ。さあなぜか生きているマフィン、運がいい。さあ資材も少し取れた、5枚。さあミニポで回復したい。さあ屋根の中に入って回復していく。うわー3点バースト貫通力、残り8人。さあ当てすぎ、笑った、やばすぎだろ今なってこと。さあワンボックス耐えて透かして打っていきたいが、ここはクラッシュパッドか何かで壊されて、さあワイルドホークやられてしまった。パッド壊して、さあ目の前にいる敵を倒していきたい。一発二発150ダメージ一瞬出していく。さあ1キル取った、この試合5キルしております。さあまだ3試合目なので、ここでビクロイすれば、さあまだ1は狙える距離。ここは横から出てきたところ、いいエイム。さあ上からやってきた敵戦うのか、これは。さあしっかりとアンチに向かいながら有利なポジション取って、さあ NSR のブリル倒していく。残り 1v1 強すぎないこの人。さあしかし上の人は HP マックス、クラッシュパッドもない、だけど回復アイテムあるんで、あこれは敵は回復ムーブしながら倒そうとしてるね、アンチ外から。さあしかしこれはもう分かってるんじゃないのか。さあ HP 有利は取れているぞ、衛星フリムル。さあ悪いスライムじゃないよが、さあこれ、そうですね、ここで後ろに下がっていく。さあ回復アイテムあるので、さあ敵さんは回復アイテムがない、戦わずに行きか。さあフロッパー持ってるね敵さん、しかしもうこれはなさそう。一発で決めたいが、ここはヒッキー ASD、 HP なくてやられていきました。うちあるじゃん。さあシュンシャンが目の前の敵を詰めている。さあゴリゴリいきますね。さあ目の前のめちゃくちゃ押してきた。 HP 有利は敵さんが、さあうまい、ワイルドホークじゃねえや、やっぱ今日ワイルドホーク見すぎてすぐワイルドホークって言っちゃう体になってる。シュンシャンがうまい、ミニポ飲ましたくない、うますぎるっていきたいところ。さあファッディが後ろに逃げている。ソラネコ勝ちで、ここは入り込んでタクション外してしまった。さあ一発当て、危ない、残り HP13、 巻き込まれたくない。さあここは入って、目の前に敵ゴリ押しして倒していく。まずは生きる、壁壊して、さあ自分の道をつけていく。横からタクティカルショットガンだが、運よく逃げれた。ミニポ飲んで、さあここのキルポイントは多いすぎるな。さあ目の前に敵がいる、ハムピさんが頑張っている。85、8、さあタクションでも倒せるんです。さあしかしフロッパーがないので、ここはしっかりアンチ移動していきたい。目の前にタット YouTube、 これはどうなる、どうなる、あーさすがにやられていく。いや死んだ、目の前の敵にアスロタフ打って、倒したい、ここ倒したい、頑張れ、うわうわ倒していく、ナイス。さあこれで追いついた。さあ上から落ちてきた、ちょっと残り 1v1。 さあジョーザが、これ木が邪魔すぎて進めない。さあギリギリ壊す。さあ一発撃つがタクショじゃ倒しきれない。来たが終わるの、ここは、うわーなんかワンボックス一緒のところで、さあ聖書ランキング最終見ていきましょう。あーまあそうだよね、リフェックス58ポイントで1位、ワイルドホークと2ポイント差、でもワイルドホーク2位、 GG。 さあ S さんも50ポイントまで上がってきて3位が変わっている。ジョーザ7位、ジョーザも強いね。さあクジャク9位、強い、みんな強いね。クーリファイここまでなんで、ルリ君 OK。さあここら辺は全員あれですね、突破って感じかな。うん、それじゃあ皆さんね、よかったらチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。チャンネル登録もしてくれたら嬉しいです。ということでここら辺で、疲れたので終わりにしたいと思います。今日は皆さん見に来てくれてありがとうございます。今日はここら辺でさようならということで、それじゃあ行きますよ、またな、バイバーイ。
さあ、しっかりと俺は撃つぞという。うわー、ファックオフ。くっそ。嫌がらせしまーす。嫌がらせしまーす。はい。はい、観戦配信やっていきたいと思います。はい、どうも皆さん。どうも皆さん、ごめんなさいね。ゲーム画面映ってます？ゲーム画面映ってますか？大丈夫ですか？大丈夫です。映ってますね。この状態でいきます。お前らもう本当に悪口の質がすごいんだって、本当びっくりする。俺が言われたことない悪口言うの本当やめない？ね、びっくりしちゃう。俺も耐性がない悪口言われるとさ、しんどいから。さあ、倉田さんと戦ってるよこの人。さあ、いいですね。パッド使って、さあ移動していきます。さあ、人の暮らしパッドを使って、さあ移動、これは美味しい。さあ、目の前にルリ君と一緒に合体！てってて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 て。さあ、ルリ君とね、一つになりました。